皆さんこんにちは、くだです。今回は米田コーヒーさんにやってきているんですけど、今回のお目当てはこちら。現在米田コーヒーさんではお月見フェアの商品が全部で7種類出ていて、前回の動画でね紹介しきれてなかった商品たちもあるんで、今日はそれを食べていきたいと思います。お月見フルムーンバーガーだったり、黒ネージュだったり、安納芋のモンブラン。黒ネージュに関してはプラス100円で米田特製のオグラーンを追加することができます。もう一つ目的があって、あの富士屋さんとコラボしたミルクレープが販売しているということで、こちらも食べていきたいと思います。いただきます。まずは乾いた喉を潤したいということで、たっぷりサイズのアイスオーレです。白ノワールとか黒ネージュとかケーキとかと一緒にセットで注文するとドリンクの料金がね100円安くなるので、皆さんも頼んでみてください。ということで、こちら安納芋のスイートポテト黒ネージュ、プラス100円でオグラーもトッピングしています。前回の白ノワールの時ももちろんトッピングしました。白ノワールの方はベースがほかほかのデニッシュパン生地みたいになっているんですけど、黒ネージュの方はねほろ苦のココアバームクーヘンがベースとなっています。これはね結構好みが分かれそうで、その時にかかっているソースとか味によってね、バームクーヘンの方が美味しかったとかね、白ノワールの方が美味しかったっていうね賛否両論ありそうなんですけど、これに関してはね両方ともめちゃくちゃ美味しかったです。全体的にかかっている黄色いソースが安納芋のソースなんですけど、とろっとね濃厚な感じで、甘さはね程よくあります。めちゃくちゃ甘いってわけじゃないんですけど、このほろ苦のバームクーヘンと合わせた時にちょうどいい味わいになると言いますか、風味も相まってもう美味しいですね。甘さがね足りないよっていう方はもうプラス100円しちゃって、小倉あんと一緒に食べるのがベストだと思います。芋とね小豆の相性はもう言わずもがな最高ということはね皆さん知っていると思うので、小豆が好きな方はもちろん、甘さがね足りないよっていう方はねぜひトッピングしてみてください。プラス100円でもねしっかりとした量のオグラーンをねトッピングしてくれてるんで、安納芋とバームクーヘンバージョンも楽しめるし、オグラーンバージョンも楽しめるというね、楽しみ方の幅が広がりますよね。単純に中央にはねいつも通りソフトクリームがね絞られていて、その上からですねホワイトチョコソースが線がけされています。さらに見えている黒いつぶつぶが黒ごまですね。このトッピングがね最高なんです。大学芋とかスイートポテトにはね黒ごまがトッピングされていることが多いと思うんですけど、まあ、それをねイメージした感じで、黒ごまがしっかりトッピングされていて風味のアクセントになっていました。両方食べ比べてみた結果、どっちがいいのかなっていうのはね本当好みだと思いますね。まあ、僕的には僅差で黒ネージュかなという感じですね。確かね去年のお月見シリーズのソースがパンプキンソースだったんですよ。それもね食べて美味しかったんですけど、それにね負けないぐらいね今年の安納芋のスイートポテト美味しかったんで、まだね今年の食べてないよっていう方はぜひね食べてほしいです。めっちゃ美味しいです。続いていただくのがお月見フルムーンバーガーです。見てください、チーズがお月見からはみ出ちゃってます。これはテンション上がる。毎年ねお月見バーガーは1種類しか出ないんですけど、今年はね2種類出ていて、両方食べたかったんですけど、コメダのねハンバーガーってすごく大きいんですよ。まあ皆さんね知っているとは思うんですけど、これはね2個食べるのはねかなりのね気合がいるということで、前回はね片方の照り焼きの方を食べたんですよ。それねめちゃくちゃ美味しかったんですけど、お月見シーズンにまたもう一回来る機会があれば、もう一種類のこのバーガーをね食べたいなってねずっと思ってました。照り焼きバーガーの方は初登場だったらしいんですけど、お月見フルムーンバーガーの方はリニューアルして再登場しているみたいです。見た目からしてね全然違いましたもんね。レタスもチーズもはみ出まくりでインパクトしかなかったですよね。包み紙にもねちらっと見えているんですけど、オレンジ色のねソースがたっぷり入ってました。これね何かと思ったんですけど、トマトソースらしいですね。トマトと玉ねぎの甘みが引き立つソースとなっていて、去年はねこれがサウザンソースというものだったんですけど、ソースがまず変わっていました。そして中には月に見立てたねエッグオムレツが入っています。このねまん丸なエッグオムレツが半熟なんですよ。もうトロトロでね黄身が垂れまくってます。
大きいバンズに大きいレタス、大きいハンバーグにビッグサイズのチーズ、全部が全部でかいです。半分ぐらい食べたんですけど、まだ普通のハンバーガーぐらいのサイズはありそうですよね。去年ね、このハンバーガーに使われていたサウザンソース、何かなと思ってね、今調べてみたんですけど、エビカツパンですね。こちらに使われているタルタルみたいなソースですかね。色はね、結構似ているんですけど、それをね、去年のハンバーガーに使っていった僕で、今年はね、もっとオレンジ味の強いね、トマトソースということで、まあ、トマトマヨみたいな感じで、卵にも相性いいし、ハンバーグにもバンズにも相性良かったです。僕はね、今年になって知ったんですけど、マックの月見バーガーに使われているオレンジ色のソースもトマトクリーミーソースということで、結構ね、味が多分似ている感じなんですかね。マックの方もね、僕食べているんで、味の違いはね、しっかりわかるんですけど、マックのトマトクリーミーソースの方が甘みがある感じですね。それに比べてコメダの方はね、甘さがちょっと控えめな感じで、ちょっと酸味が強いイメージ、両方とも個性があっていいなという感じだったんですけど、コメダの照り焼きバーガーとこのバーガー、どちらかおすすめするならば僕は照り焼き派でした。続いてまた甘いものいきます。安納芋のモンブランです。こちらはね、季節のケーキというのがね、現在4種類販売されているんですけど、そのうちの一つです。断面はこんな感じです。濃厚なクリームが入ってて美味しそうです。モンブランをね、食べようと思ったんですけど、ここで衝撃の事実が判明いたしました。今回はね、この季節のケーキ4種類のうち、このモンブランと富士屋のね、コラボのミルキークレープ、これめちゃくちゃ楽しみにしてて、月見バーガーを食べ終わった時に注文しようとしたんですけど、なんと今日の分のミルキーミルクレープが完売してしまっていたそうです。これは大誤算でございました。というのも、現在ね、販売されている季節のケーキ、ミルクレープ以外の3種類はお月見フェアが始まった9月4日から同時に販売されていたんですけど、このミルクレープに関しては9月25日からですね、発売されたということで、販売されたてほやほやなんですよ。それもあって大人気ということで、まあ今日の分はね、売り切れていて、明日の朝早い時間に来ればありますよということで、これちょっとリベンジしようかどうかすごく悩んでました。富士屋のケーキなんてもう何ヶ月も食べてなかったんで、それがね、コメダコーヒーさんで食べれるっていうのはね、もう激アツすぎたんですけど、売り切れは仕方ないということで、こちらのモンブラン感想を言っていきます。色的にもね、あんまり安納芋感がないんですけど、実際に食べてみてもね、あんまり芋感感じませんでした。色的にもかぼちゃみたいですよね。ココアスポンジ生地に軽い食感のホイップクリーム、国産安納芋を使用したモンブランクリームに、中には隠し味でカラメルソースが入っていました。味はね、とても美味しかったです。ミルクレープは食べれなかったけど、これ一丁やっときますかということで、コメダの豆菓子で久しぶりにいつものやつやっていきたいと思います。コメダの豆菓子ってね、1袋に9粒とか10粒ぐらい入ってるんですよ。まあ、これをまあ食べていくわけなんですけど、まあ、普通に食べても面白くないよねということで、まあ、僕がね、発案したゲームがありまして、お豆ちゃん食べてるか食べてないかゲームという、もうほんとしょうもないゲームですね。まあ、皆さん楽しんでってください。あ、今の絶対食べたよね、あ、今のはさすがに食べれてないんじゃないみたいなところを、まあ、見てもらえるといいのかなという感じで、そうですね、お送りしております。これやってるとね、必ず気になるのが周りの視線です。でもね、これね、意外とやってると楽しくて、気づいたらね、こんな感じでもう ないんすよね。さっきの売り切れの悲しみも飛んでいったということで、今日のところはごちそうさまでした。これで終わろうかなと思ってね、一旦ね、バイバイってやったんですけど、やっぱりね、あのミルクレープが忘れられなくて、明日の朝リベンジしに来ることを誓いました。やっぱりね、富士屋のペコちゃんとの友情はね、こんなもんじゃないでしょということで、また明日来ます。ということで、次の日の朝も本当にやってきてしまいました。2回目のいただきます。ということで、今回はね、モーニングにやってきたんですけども、朝からミックスジュース飲んでいきたいと思います。ミックスジュースはね、子供の頃から好きなんですけど、大人になるにつれてだんだんね、飲む機会が減ってくるんですよ。そんな時にこのコメダコーヒーで飲むミックスジュースが最高なんです。このミックスジュースにはモーニングのセットがついてきました。今回は山食トーストにバター、そして
米田特製の卵ペーストにしました。これもね美味しいですよね。そして僕はねこの卵ペーストに少しだけですね塩をかけて食べるのが大好きです。もちろんねそのまま食べてもね味付けはしっかりされているんですけど、味濃いめが好きな僕からするとこのちょい足しがね結構大事なんですよね。さらにねここにブラックペッパー、いや間違えた、ブラックペッパーとかねかけれたらもう最高すぎます。今回のトーストはね焼き加減がねちょっと控えめだったんで香ばしさはあんまりなかったんですけど、バターがねその代わりたっぷり塗られてて、バターの風味とかね卵ペーストの味わいとかがね美味しすぎてもう朝からね大満足です。なんですけど今日のお目当てはこちらなんです。今日はちゃんとありました、不二家のミルキーミルクレープです。昨日はね夕方の4時ぐらいに来ちゃったんで売り切れということだったんですけど、今日はね気合い入れて朝の10時から来てるんでさすがにねありました。無事に食べれてこれで一安心です。こちらのケーキはね不二家のミルキーと米田コーヒーがコラボしたミルクレープということで、季節のケーキの一種類として販売開始されています。9月の25日から販売されていて大人気のミルクレープです。ミルキーをイメージした特製クリームをクレープ生地と重ねた懐かしさを感じる味わいということで、本家の不二家のミルクレープが14層構造になっているんですけど、それと同じ14層ということで、不二家の食べ放題に行っていた頃はねよくミルクレープ食べていたんですよ。そのねミルクレープともうそっくりというかもう一緒ですよね。やっぱりね生地の感じとか14層が一緒っていうところもあって、味だけじゃなくてね食感とかも何もかもが懐かしいです。唯一違うところがあって、一番上のクレープ生地のところにシロップがね本家の方は塗られているみたいです。なんですけど今回のコラボ商品は塗られてないシンプルなミルクレープとなっています。シロップが塗られてなくてもしっかりね甘くてクリームは濃厚で美味しかったです。これが食べたくてね2日間かけて米田コーヒーさんにやってきたんですけど、本当に来た甲斐がありましたね。ということで最後の一口いただきました。この後ねなんだか物足りなくて米チキ頼んで食べちゃったのは内緒です。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。